椿だぜ。チカなのよ。磯崎様より連れ制作所の丸福ギセルが届いているわ。ありがとうございます。ありがとうございます。花の刑事ごっこようですね。マーフィージェット期待しております。ハッサメとメッセージが添えられていたわ。そうそう、コスプレ用だよ。戦場中のスペアってわけじゃないぞ。はい、ということで弊社は現在空前の忍者ブームの真っ最中。忍者どうして、あいえ。今回ご用意した忍者はこちら、ゲゲゲの鬼太郎、妖怪大魔教なのよ。あ、はい、海外名が忍者キックなんですね。先日ショート動画で見た。っていうかなのよ。これ過去にやってるよね。2回目だよ、ボケたの。2ボスでゲームオーバーかましておいて、あんなんやったっちに入るかボケ。ということで今回は全16ステージ、1周クリアするまで帰れません。いや、ここ私のうちなんだけども。つばちか。はい、先生です。ほい、生徒だぜ。ゲームの前にゲームのお勉強、ゲーム自制学のコーナーです。本作については知っているわよね。はい、うちにもありました。我が家にやってきた3本目のカセットなんだ。なんやかんやでミリオン売れてるタイトルなので、知名度はそこそこに高いタイトルになるわね。先日のショートで取り扱った際に、コメント欄の感触が良くて急遽ねじ込んだ感。1年前の動画が見るに耐えない内容なのでやり直しも必要なのよ。前回のはほら、久しぶりに遊んでみるぞって企画だし、ロケハンなしでガチの久々プレイだったわけじゃん。今回はガチ攻略してもらいます。本作はクリアしたことはあるわよね。クリアしたぞって感覚はあんまりないのよ。でもいつの間にかループしてたって記憶はあるのよ。はい、本作は16面で一周、表記上は17になるけど、しれっと1面に戻っているってスタイルでエンディングはないの。遊びながら説明することにはなると思うが、メインとなるステージ自体はそんなに多くないんだよ。一つのステージには魔境と呼ばれる複数のエリアが設置されていて、どこかにある水晶玉を見つければボスの待ち城に進めるルールです。エリアの種類はそんなに多くないので、同じエリアを何度もプレイする感じにはなるが、ステージが進むと同じエリアでも登場する雑魚が変化する感じになっているぞ。古いタイトルなんだけど、登場する雑魚や隠しキャラの種類はとても豊富なの。原作やアニメのファンには嬉しい要素ね。この時代はアニメの第3期が絶賛放送中だったんだよな。アニメの3期は85年の10月から88年の3月までと、かなりの長期スパンで全108話となっているわ。アニメの中でも本作の曲がちょろっと使われてるって話があったよな。86年の夏、7月19日放送の第38話、たたりだ、妖怪土転び、というエピソードね。ネットフリックスで見ようと思ったら、北尾なくなっとるやんけ。ちょいちょい作品が入れ替わるので要注意よ。仕方がない、代わりに悪魔くん見ようぜ。撮影が終わってからよ。はい、ここで当時のレビュースコアと、有限に掲載されていた批評の抜粋。ちょっと褒めすぎな気もするけど、まあ内容は理解できる。上辺だけなぞった作品が多かったってのは事実ね。当時は容量も限られていただろうからな。そんな中で大量のキャラクターを登場させつつ、アクションだけではなくシューティングも取り入れた作品なのよ。シューティング面は可能なら避けていくぞ。このシューティング苦手を止めね。至って普通だと思いますよ。はい、ゲームを始める前に前回リザルトのお時間です。おや、たらいが来ないね。まさかのミスなし。はい、総評として修羅の断末魔を挙げているけど、負けた数は次回作パーフェクトのお話。これはいただけません。これは脱いで浴びるしかない。つばちか。はい、というわけでゲームスタート、恒例のオープニング視聴の儀。つっても短めの曲が一周したら各ステージを軽く紹介する程度のデモプレイが流れるだけだけどな。いわゆる店頭デモってやつね。大げさな煽り文句の並んだポスターよりも実際に動いてる画面を見せる方がユーザーへの訴求が高い。テレビ CM なんかでも実際のプレイ画面が見たかったわね。写真は雑誌で見られても動いてるところは実物がないとな。最初に突入したのは妖怪魔境。いろいろな面があって、それぞれに使命というクリアノルマがあるんだ。このステージでは敵を10体倒すのが使命になっているわ。出た出た、隠しキャラの目玉の親父ね。親父を回収すると1アックするんだ。一緒に出てくる毛の生えてる方は偽物だ。ここでジャンク。さらに隠しキャラ、座敷わらしよ。スペシャル武器、火炎もゲット。入手直後は一発撃たないと切り替えられないのは仕様です。水晶玉が来たわ。やったぜ、調子いいぞ。敵ノルマは残り4体。全力で走らないのが生き残るコツだ。移動には絶妙な感性がかかっているので、操作には少し癖があるのよ。
急に出てきたら対応できんからな。残り1体。使命のノルマが残り1になったタイミングでオカリナが出るんだ。座敷わらしを見つけていると正解の出口を教えてくれるのよ。結論を言うとだな、遊べるステージは全部で12種類。全てのステージの隠しキャラの場所を覚えればクリアは一気に近づいてくる。はい、初手で水晶をゲットしたのでボスへ直行。1ボスはエリート吸血鬼、弟。塗り壁ちゃんで完全無力化なのだ。一応ちゃんちゃんこが弱点、下駄には耐性があるそうよ。とりあえずは敵を10匹倒すエリアを優先して回す。さっきと同じステージね。入り口の形状からステージ内容は絞り込める。この妖怪魔境は2パターンしかないのだ。このステージはススキヶ原、もう1パターンは屋敷というステージになるわね。親父が出ない。無敵が効いている間に座敷わらしを確保。はい、隠しキャラの目玉の親父は特定の場所でショット。出口を教えてくれる座敷わらしやカラスは特定の場所を通過することで出現するわ。おっとっと、水晶出ちゃったよ。これは2面もサクッと突破しちゃうぜ。親父が出ないわね。出た。はい、全てのステージの特定の場所に1アップが隠されているの。ミスしなければ残機がどんどん増えていくのは使用通りとなっているわ。救命以降は難易度の上昇が激しいんだ。序盤でミスせず残機を確保するのが長生きの秘訣だ。前回はここでゲームオーバー。2ボスとの対決よ。2ボスの神様、弱点は火炎と出た。火炎を食らえ。テイテイ。サクッと撃破ね。さあステージ3だ。見た目はステージ1とそっくりだけど、設置されている魔境の数が増えているのよ。魔境が増えれば増えるほど水晶を見つけるのが面倒になる仕組みだ。3連続で同じステージとか、チットは動画的な撮れ高考えやがれ。新エネミーが登場してただろ。あの敵キャラクターはイソ女らしいわ。だいぶ陸に上がってるけど大丈夫？濡れ女、海女房とも呼ばれる妖怪よ。ミオー2の濡れ女はトラウマ。入らないの？ルート確認してた。奥の方に回避不能な魔境があるならそっちから回したいからな。はい、ここ1アップを無事に確保。そこから2つとなり、ここだ。ジャンプで指定箇所に接触。カラスが来たわ。2つとなりとは言ったが右でも左でもいいぞ。実のところ2画面ループなのでこの木のようなオブジェは4つしかない。迷ったら適当でもいけそうね。ゲタとちゃんちゃんこは入手後しばらく無敵になるんだ。入手を少し遅らせて中ボス出現まで無敵を維持できるのが理想だぞ。妖怪枕返しとドロタボウよ。ドロタボウは急に出てくるとびっくりしますね。このステージのノルマは魂を10個回収することね。ちなみにドロタボウ、ケバリには完全耐性だ。倒すならスペシャル武器でヘッドショットな。はい、正解の出口はカラスが教えてくれるわ。水晶は出なかったが残機は増えたぞ。サムネにベアード様使ってるので1回くらいは地獄にも落ちてもらわないと困るのよ。妖怪魔境のもう一つのマップ屋敷だ。親父はすぐ右でジャンプショットだ。座敷わらしは小さい床穴の右側。完璧やんな。勉強し直したからな。火炎だわ。3ボスも火炎に弱いんだ。補充助かる。水晶も出たわね。よし、これで3面クリアも目前だぞ。あとは慎重にノルマをクリアして撤収するだけよ。任せとけって。あ、かなりしょうもないミスである。鬼太郎は急に動けないのだ。3ボス、ユキンコ、弱点は多分火炎だ。火炎とちゃんちゃんこが弱点ね。下駄には耐性があるわ。謎の冷凍妖怪にパワーアップするのよ。あかん。ボス戦で負けた場合敵の体力は減ったままなのよ。出てくる仲間は次のキャラに変わってしまう。ジジイ、動きを止めよう。出てきた時点で動きを止める能力に。はい、ステージ4、魔境は3つか。安定の妖怪魔境から攻略。もうおなじみのステージだ。ちょま、くっそ。ケメ玉の親父を取ってしまい残機が減ったわね。両方取ればプラマイゼロだが悔しいな。座敷わらしも無事に回収。ラッキー、水晶一発つもだ。一発つもだとここの1000点が2000点になるぞ。あんまり嬉しくないわね。4ボス、ベリアル、壁4でけばりで OK。 爆発資産、その手は食わんぞ。これは初手回避不能。魂を集めるエリア4択なのよ。このステージは一番簡単なエリアだ。
親父も無事に発見ね。一番下の段に降りなければ特に危険はない。ここの3段目から左にダッシュジャンプ。カラス出たわ。もちろん取らないと効果はないし、うっかり攻撃して倒してしまわないようにな。中ボスの登場よ。安全な足場で上からの落下物に注意しながら対応したまえ。はい、オッケー、楽勝だぜ。プップクプーなのだぜ。残念ながら水晶はゲットできてないので次の魔境に向かうのよ。安定の妖怪魔境。事故の原因となる中ボスが出ないので難易度は最も低いエリアね。急に上から降ってくると回避できないことも多い。危ねえ。目玉の親父は下から出てくるので、あまり下にいるとき目玉が回避できないこともあるわ。ちょま、消えた、消えたって、座敷わらしが消えた、終わりだよこの家、滅ぶわ。ナムさん。持ってるね。クソ、ここは焦らないのが肝要だ。口裂け女を引きつけて、追わせる感じで登っていくのだ。そいつは二口女というのよ。死んだと思ったが生きてるからよし。謎の側判定である。ゴボス、エリート吸血鬼。兄、けばりが曲げられるわよ。壁読んで指鉄砲で。難なく撃破ね。ツバチカ。ツバチカ。ドクロが2個ある入り口、あれはシャッフルなのよ。ランダムエリアね。妖艶魔境だ、ちょっと難しいぞ。2パターンあるんだが、骨骨ゾーンの方なら難しくはない。このステージでは仲間の妖怪、ツルベリが鬼太郎についてくるのよ。うまくたまちゃんを誘導して、すべてのろうそくに火をつけるんだ。1アップは1つだけある赤いドクロの場所な。隠しギミックはしっかり頭に入っているようね。ここ。座敷わらしもしっかりゲット。あとは雑魚に気をつけながら、ろうそくに火をつけるんだ。このゲーム、見える数字としてのタイム制限はないんだが、一定時間以上同じエリアにいるとやべえのが出てきたりもするんだ。妖怪早いけ。ここは穴がないので落ちてやられる心配はないが、もう一つのパターンを引くと結構難易度が高い。微妙な感性のせいでジャンプアクションには苦労するんだ。いいこと思いついたぞ。行け。リモコン出た。あれ、あれれ、どこ行った。志村、下下。余計なことするもんじゃないな。さっき上から登場したのが隠しキャラの妖怪ぬらりひょん。倒すと5000点なのよ。ほい、なんとか無事にクリア。城までのルートは開通してるな。このグーニーズの暖炉風味な入り口は妖艶魔境なんだ。あれは普通に牢屋なのよ。ということでこっちから回りましょうね。あ、セーフ。危うく親父を射殺するところだったわね。水晶は出ませんでした。ここな、これな。開幕のお地蔵様の上だ。出た。危ない。セーフ。ここは実に平面的で、段差と呼べるものがお地蔵様だけなんだ。カラスは2つ目の地蔵を下からジャンプで OK。 あとは足元に注意しつつ使命を果たすのだ。中ボスよ。駒が降ってきてる。妖怪ヤマメハギ。石川県の土地方の妖怪で、小田の生ハゲとも呼ばれているのよ。ちゃんちゃんこだ。ぐは。アイテムに釣られた空中制動が事故につながったわね。運転中に知人を見つけて手を振るかのような愚行であった。水晶が出たわ。オカリナも十分。先に進めるぞ。六ボス、バニュード。火炎に耐性を持っていて、ちゃんちゃんこと出たが弱点よ。当てられる気がしないので指鉄砲で。倒した。ちょーい。塗り壁の職務放棄である。今のはあかんやろ。残り体力はゼロのはず。あかん。手張りは通らんのか。ていてい。ステージ6も無事にクリア。残機は9。スルーできない感じの妖艶魔境だ。なんとか、なんとかなりませんか？ならぬ。こっちなら我慢す。もう一方のバージョンは落ちるとアウトな穴が多いマップでな。絶妙な感性の働く鬼太郎にとっては結構な難所なのだ。水晶出ず。このシュッとしてるやつはシューティングステージだ。可能であればスルーしたい魔境ナンバーワン。はい、安定の妖怪魔境。ここはもう慣れっこだからな。知らない子がいたぞ。音符を飛ばしてきているのはヌッテラボー。アリランの歌で攻撃してくるのよ。グハ。ノッペラボーとは違うのか。
中国からやってきた妖怪らしいわね。別名はヌッペプ国。ニオーツで見たやつだ。五感はポクテピピックみたいなやつ。さすがにポクテピピックとヌッペプ国は全然違うやろ。意味不明な文字列という意味では幾分の共通点も。何もし無理やで。でももうヌッペフホフは覚えたよ。ここも推奨です。結局最後に残ったシューティングステージ苦手なんよね。感性が全方位にかかってくる。ここも開幕すぐ一番低い木の左上の枝付近出たわね。ここはノーミスで抜けられる気がしないんだ。カラスはここね。中ボスの挙動がやべえのでかなりのお祈りステージになる。魔女を撃破。指鉄砲。あれ、あれれ、取れてないわよ。まあ、やってることは妖怪魔教と同じだ。敵を10体倒して脱出するステージだ。水晶が出たわ。そりゃ最後の魔教だからな。ここで出なきゃ進行不能バグだぜ。残り1体。ええ感じに魔女をリスキルできたな。うおー、脱出。結局全制覇である。残機はたくさん増えてるぞ。7ボス、ヒデリシン。3ボスのユキンコと基本同じなの。火炎で攻撃すると HP が回復してしまうのよ。在庫も多いので指鉄砲で攻めるぞ。弱点は指鉄砲と出たなのよ。ザーコザーコ。はい、ステージ8。ここをクリアすれば折り返しね。2つ目の魔境で水晶ゲット。そのまま突破するぞ。どう見てもスルーできない感じにシューティングステージが道を塞いでいるわよ。どうにかなりませんかね。ならぬ。これな、これも開幕すぐ上のところ。この辺でちょっとゴゾゴゾするあるよ。出た。カラスはこの3つ並んでるあたり。来た来た、一番右のやつだった。あとは1ミス以内に抑えて帰宅するのよ。残機の貯金は結構できているけどな。球面から難易度がアップするのよ。慎重に進めて残機は温存できるに越したことはないわ。あんな無理だよ。8ボス、高校。呪霊宣伝の木につくと言われる中国の会員なのよ。その手には乗らんぞ。色が変わると体勢も変わるのだけど、毛張りが有効なのでクソ雑魚なのよ。球面、特に見せ場なし。はい、実はボスは8種類しかいないの。球面からは1ボスから順に再登場なのよ。ああ、なんかこれで一周したと思い込んでいた気もするぞ。ボス同じやん。って感じでこの辺りでは来ちゃった気がするぞ。一応魔境の設置数が増えていたり、雑魚がパワーアップしたりしているの。17面からは魔境の設置数なども1面に戻るのよ。この鳥、この鳥はまずいやつ。そんなん鬼太郎にはさばききれんのよ。はい、後半戦も頑張ってちょうだい。と言っても、もうそんなに見せ場は残ってないけどな。そっちじゃないわよ。クソが。基本は少し待ち。雑魚の吸収を避ける地位ね。ちっちゃいミヤデニュードを着てる。ミニミヤデニュードなのよ。飛ばしてるのはミニミニミヤデニュードなのよ。意味がわからんぞ。原作でも割とサイズが変幻自在な感じなのよ。雑魚が。水晶は獲得できているのでゴールに行けるわね。はい、ボスは2ボスの再登場。くらえ、火炎ファイヤー攻撃。テイテイ。さすがに対策が分かっていれば余裕ね。スペシャル装備の在庫も余裕ある感じ。転がってるだるまの殺意が投射比で2倍くらいになってるな。弾を撃つ雑魚も増加傾向で、その他の部分としていろいろな場面で雑魚の挙動がスピードアップしているのよ。ここは床が高いからそこまでの脅威ではないな。あかん。水晶は手に入れたわ。これはスルーできんよな。できませぬ。ここは開幕の木の右上でしゃがみけばり。でい。あとは墓を足げにしていれば比較的安全だが、隙間も多いので感性が厄介だ。あかん。足を滑らせた。鬼太郎はよく滑るんです。はい、オッケー、脱出だ。これはもうボスまで行けるわね。はい、11ボス、ユキンコ。火炎でアバーなのよ。間違えて出た、飛ばしちゃった。瞬殺である。やっちゃった。はい、ノルマのコリーチの段階でオカリナが出るのだけど、取る前に達成してしまうと消えてしまうのよ。
座敷わらし回収前に雑魚がいっぱい出てきて、そのままクリアになってしまった。ベアード様はノルマだったのでよしとします。後半に入ってお供が変化してるんだな。救命以降はフランケンが狼男になるのよ。はい、弱い。水晶はあるんだけどオカリナがない。これは厳しいので寄り道するのもやぶさかではない。やぶさかではないってのは、はい喜んで的な意味なのよ。そうだったのか。やりたくないけど仕方がない的な意味だと思っていたぞ。オカリナゲットだぜ。グハ、ナイスアシストショ。12ボス、ベリアル。こいつはマジで大した脅威ではないな。それバレてるからね。はあ、ベリアルトラップです。爆発試算したパツの一つが右端に接した際に、攻撃判定がなぜか左側にひょっこり反してしまうの。ただの不具合じゃないか。使用です。ご理解とご協力。ステージ13、水晶とオカリナは確保。うん、抜けた。これも多分いけるやつ。うん、ふんす、回避しやがった。正義のヒーローだからな。無益な殺生は好まんのだ。吸血鬼エリート、アニなのよ。へばりはダメか。謎重力で曲げられてしまうのよ。はい、ステージ14、残り3つよ。あかん。はい、しょうもないミスが増えてまいりました。しかし、一つ目の魔境で水晶とオカリナをゲットだ。これはもう14面も突破したのと同じだぞ。はい、ボスは基本的に一度倒したやつなので特にびっくり要素はないわね。塗り壁しか勝たん。おっつ。お次はステージ15、残り2つよ。はい、ステージ15は結構あちこち回る羽目になったわね。妖空魔境と妖炎魔境は避けたい。はい、雪んこの属性違い。指鉄砲を食らえ。形状から見て出事言ってるわよね。雑魚が。ステージ15もクリア。次をクリアすれば一周クリアなのよ。魔境の数が多い。避けたいと言っていた魔境が過半数を占めているわよ。妖怪魔境が一つ、残り二つもシャッフルじゃないか。ここはとりあえずの妖怪魔境だ。ここで水晶出れば大当たり。1/7。ダメだ親父、どうかしちまってる。とってもプラマイゼロなのよ。そうか、親父もろとも射殺すれば500点だったな。わらしゲットだ。勝った。第16武漢持ってんだ。よっしゃーい。2000点ボーナス。はい、一応のラスボス。壁張った時点で勝ち確定である。よし、クリアしたぞ。表記は17ですが1面に戻っております。魔境の数も初期値の3だな。試しにクリアしてみるのよ。余裕の1ボスだ。以後無限ループです。目指せ999ステージ。無理だぞ。ツバチカ、ツバチカ。無事にクリアできたところで今回はここまで。ゲームのレビューをしてもらえるかしら。バンダイとトーセのタッグは基本ろくなもんじゃないんだが、本作はまだ遊べる内容のゲームには仕上がっているぞ。操作には少し癖があるが、そこも含めて程よい難易度にまとまっていると感じるな。各ステージに1アップが必ず隠されているということもあり、慣れているステージなら残機を確保しやすくなっている。クリアメインで動いていたので隠しキャラ等にはあまり触れられなかったが、かなりの数のキャラがいるぞ。妖怪には詳しいのかしら。なんやかんやで鬼太郎は当時も流行っていたからな。むしろ近年になって私的には妖怪ブームが再燃していた時期もあったのよ。仁王つね。ラグナドールの塗り壁ちゃんが可愛くてな。やってたわね。っていうか人を誘っといて先にやめるとか、下道にも取る鬼畜の所業なのよ。さあせん、ガチャで爆死すると気持ちも吹っ飛ぶんです。しゃあない、切り替えていこう。本作を一言で言い表すと、塗り壁最強伝説。砂かけババアの出番なんてなかった。こちらに対しての密合のいいバリア、こんなものが現実にもあればいいのにな。本作は時代を考えれば良作に区分されるタイトルの一つね。なんやかんやで持ってたゲームだからな。一本買ってもらうとしばらくはそればっかりになるんだ。そういう意味でも少し思い出補正は強くかかってるな。借りてきたオバ Q はすぐに放り投げたけどな。今回は事前に1アップの場所等を学習した上でのプレイとなっております。
再確認に近い学習だったぞ。そうそう、ここだよみたいな。長らく使ってなかったシナプス回路が再接続された気分だ。こうしてより強固な記憶として定着するのよ。こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。トップページのリンクをクリックすれば X のアカウントにアクセスできるのよ。少し早めの投稿予定を知りたい人はフォローしてくれよな。その上にあるチャンネルの概要欄をクリックすると干し芋やマシュマロを投げられるわよ。干し芋は Amazon の干し芋のリスト。何かご支援いただければこの辺の空いてるスペースが賑やかになるかもしれません。マシュマロ質問はたまったらネタにするのだぜ。動画のコメント欄でも全然大丈夫よ。というわけで最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。ちょっと大きい地震が来てびっくりしたわね。家中のスマホからアラート出る方がビビるけどな。地震の揺れよりあのアラートに猫がビビっちまってしばらくの間押し入れの奥から出てこなくなったぞ。相当にやかましいものね。っていうか動物の類は敏感に地震を察知したりはしないのか。都市伝説ね。